伊勢神宮の別宮、伊蔵宮神明づくりを代表する広大神宮神明づくりは日本の神社建築様式の一つである。神明づくりの例伊勢神宮に代表される神明づくりは出雲大社に代表される大古祖造りや住吉大社に代表される住吉造りとともに最も古い神社建築様式とされる。大古祖造りが正方形に近い宮殿を模したものと考えられ、 住吉作りは大城祭の建物に禁じしているが、神明作りは奥行きより幅が大きく、高床式倉庫から発展し穀物の代わりに神宝を収めるように変化したと考えられている。なお、伊勢の神宮の広大神宮、というけ大宮宮両宮の正殿の様式は、他社においてこれと完全に同じ社殿を建てるのを、明治新政府によって禁止され、伊勢神宮にしか存在しないため、 特別に唯一神明造りと呼ぶ。唯一神明造流面図両国国技館の神明造りの釣り屋根と土俵神明造りの構造は、掘立柱、霧島づ造り、平らいりである。円柱の柱や鰹木を除き、ほぼ平面的に加工され、直線的な外観となる。この点で優美な曲線が与えられる大こそ造りと大きく異なる。 競技ではかやぶきに限るが、一般には、板たぶきや銅ぶきを含める。伊勢神宮の拙者、末者、所管者のほぼすべては板たぶきであり、厚田神宮は銅ぶきである。日本に仏教が伝来し、普及した頃神道では、寺院建築を瓦屋根と呼んだことから、神社建築においては、瓦屋根は異例である。屋根に耐久性の低いかや,や板を使うため、屋根の勾配をきつくし、 雨や雪が流れ落ちやすくし、切り妻であるため、軒でも大きく作る必要がある。屋根の頂上部は板で覆い、カツオギで補強される。屋根を支える側面の破フは、継手でとどまらず、先端が飛び出しチギとなる。チギとカツオギには、混同性などの装飾金具が取り付けられ、対抗性を高められることがある。新芽作りは、基本的に左右対称で、左右方向には、 偶数本の柱が廃される。柱と地面の間には、礎石も土台も与えられず、掘った手柱となる。側面中央の壁面より外側に飛び出し胸へ達する柱を胸持柱と呼ぶ。胸持柱は、通常太く、強度のある溶剤が用いられるが、構造上では強度にはあまり寄与しない。社殿の中央には心をお柱が廃されるが、これも強度には寄与しない。 神明作りの壁は十分な強度を持つ板材が用いられる。正面中央の一箇所のみに観音開きの扉による開口部が設けられる。お扉は通常一枚板が用いられるため大規模な社殿では相当の古木が必要とされる。広大神宮聖殿の場合は樹齢400年以上の日の木が必要になるという。神明作りでは 通風性を重視した床が高い構造で、高床式倉庫の名残であると考えられている。このため相当長い階段が必要になる。歴史は古く、記録に残っていないため定かでない。弥生時代の遺跡の柱の移行が、新名造りの柱の配置に似ているため、弥生時代の高床式倉庫が発展したものと考えられている。 神明づくりの社殿を持つ神社は、江戸時代以前は、伊勢神宮のほかは、伊勢神宮の神領地などに限られていた。例えば、信濃国の神宮の所領とされた、西名神明宮、丹後国の加護神社などである。しかし、明治時代以降に、日本を統治した、明治新政府の復古主義によって、掘った手柱を祖先立てに改めるなど、伊勢神宮の形式と一部変えた形式の、 神明作りの社殿が奨励されたため、合詞などによる遷宮において神明作りを採用することが流行し、神明作りの社殿が増加した。厚田神宮が神明作りになったのも明治の遷宮からで、もともと厚田神宮は終わりりという終わり地方独特の形式で、しかも新宝の草薙県を治める土曜殿が本殿と並び立つという特殊な形式だったが、 1893年の仙宮において本殿の敷地内から土曜殿が撤去され、神明造りの一社のみとする壮大な社殿が作られた。台湾の神社のほとんどは神明造りである。ありがとうございます。